こんばんは、人の心に火をつけることで何歳からでも何にでもなれる世の中を作るチャッカマンです。今日はですね、京都のホテルにやってまいりました。名前が桜テラスですね。ということでいつも通り、チャッカマンのルームツアーを行っていきたいと思います。いいですが、こんな感じです。これね、最近ちょこちょこ出てきてるんですけど、この土足と土足じゃないところを分けてるっていうのは、やっぱり日本人の裸足で過ごす習慣があるので、こういう分けてるところってありがたいですよね。で、入り口ですが、これは取り付かないのか。部屋の中用の、使い捨てスリッパ、もうここにも使い捨てじゃないやつありますが、消臭スプレーはベティーバー、なんじゃそら、これはどこのやつですかね。ベティバーだそうです。で、シューポイシャーがあったり、靴べらがあったり、なんで持っているようになってるのかよく分かんないですけど、冷蔵庫がですね、これ冷蔵庫謎にここにあります。あ、冷えるようになってるっていうのはいいですよね。もう最初から冷えて、あ、これでもあれで消えるのかな。この鍵で消えると結構厄介ですよね。君は鍵で取ると消えるのか。どうなんだい。消えないな。どうなんだい。あ、ついてるっぽいですね。鍵とは連動してないようです。はい、あ、ここに鏡があって、ちょっともうすでに侵入しちゃいましたが、ダブルベッド広いですね。悪くない、クッション性です。どこなんでしょうか。どこなんだい君は。シモンズですね。低いな。ここに1個、これなんだ、結構古いホテルなんでしょうか。タルンチップのやつの上が跳ねちゃってましたね。落ちが悪くない椅子でした。で、空気清浄機、これはシャープね、があります。で、あとは、特に特筆すべきとこはないんですけども、ここの特徴としてまだ言ってないんですけども、大浴場、プラス男性はサウナ、女性は当番浴、なんすかね、当番浴ってっていうのが、できる設備があるそうなので、ちょっと行っていきたいと思います。朝食は1600円で食べれるそうです。これね、フリードリンクで、コーヒーなんかは、豆をひいて、飲めるようなものが用意してありましたんで、これはちょっとね、明日飲みたいと思うんですけど、明日ゴルフだから飲んでる時間ないな。はい。で、ウェルカムドリンクがあるそうですが、私はね、このラストオーダー5分後ぐらいに来てダメでしたっていう、あります。じゃあ最後にこれで OK ですね。ちょっと一回使っちゃいましたけど、これも普通っちゃ普通なんですけど、結構ね、古いホテルなんですかね、ウォシュレットがないと感じます。でもね、掃除とかはきっちりきれいにされてて、特になんか、そうか、見慣れあるよね。シャワー、水圧チェック。はい、水圧は強烈です。
十分すぎます。で、これはシャンプーとコンディショナーとボディジェル。どこがあるんですかね、これ。プロバンシア。ペリカン石鹸。ここやねんっていうね。ちょっとわかんない。アメニティ類は、まあ、一般的なものがついています。ドライヤー。ドライヤーはテスコ。私、ドライヤー全く興味ないですが、運勢だそうです。ということで、桜テラス。実は、お送りしました。あと、エアコンね。エアコンはダイキンのものがついていて、こういう形で、普通に、まあ、ついてます。絶対空調とかではなくて個別に調整できるタイプだったりするのでこれはありがたいですね。はい、ということで、どうもありがとうございました。ここ忘れてましたね。この下がお大浴場用の袋と、あ、いいっすね、このセパレートタイプ。これは素晴らしい。素晴らしい。あと、あれだ、Wi-Fi? Wi-Fi はね、あんま速くないんじゃないか。どんぐらいだ？あの、昔のネット回線です。64kbps。あ、増えてきた。増えてきた。ピューンってやつですよ、これやばいっすね、なかなか。110落ちるよ。 97kbps でなめどんかっていう。 Wi-Fi は使わない方がいいです。はい、ということでありがとうございました。またお風呂入ったら報告します。